パパロア国立公園はニュージーランド南東西部ウェストコースト地方にある国立公園である南東の西部に位置する1987年に開設されたウェストコースト地方最大の都市であるグレーマウスと第二の都市ウェストポートの中間に位置し両都市を結び海岸線を走る国道67号線に隣接する国立公園の地形は パパロア山脈と呼ばれる山海で構成される。また、海岸線はカルストが形成されている。パパロア国立公園には様々な植物が自生している。タスマン海に近い海岸部では紅葉樹林が支配的であり、また、気候が温暖なことからヤシの仲間である長葉ハケヤシも自生する。温暖な場所や低地では南極部中のレッドビーチやシルバービーチ、 マキカのリムの混合林である。ウェストランド黒水なぎ鳥、パパロア国立公園では、野鳥の楽園である。確認されているだけでも、エリマキミツスイニュージーランドミツスイニュージーランドバトが生息している。パパロア国立公園で、特筆すべき種として挙げられるのが、ウェストランド黒水なぎ鳥である。生涯の多くを養生で過ごす。ウェストランド黒水なぎ鳥は、繁殖の時期のみ。 パパロア国立公園で生活する。ウェストランド黒水なき鳥のコロニーは地球上でもパパロア国立公園内のみにしか確認されていない。トレッキングをパパロア国立公園でも楽しむことができる。ニュージーランド国内に9カ所あるニュージーランドグレートオークスはないもののパパロア国立公園のカルスト地形の代表格であるパンケーキロックスを訪問するトレッキングルートをはじめとして 複数の初心者向けのトレッキングコースが整備されている。それ以外のアクティビティはニュージーランドの国立公園の中では数少ない洞窟探検を楽しむことができる。ありがとうございます。